車両洗浄装置、車両洗浄装置、鉄道における、車両洗浄装置は、鉄道の車両基地に存在し、鉄道車両を洗浄する装置である。鉄道の洗車装置は、自動車用のトンネル型洗車機とは異なり、河川との接触を避ける、要左右独立の定置式が大半である。トンネル型の機材は、機動車専用として、少数が存在する。 鉄道の車両基地には欠かせない存在であり、ところによっては3機から5機ぐらいまで設置されていることもある。21世紀登場の車両はアルミ、またはステンレス製のものが多く、水洗いだけでは落ちない汚れも多かった。しかし、洗剤メーカーもこれらの汚れに対する洗剤の開発が進んだこともあり、ステンレス製の車両でも綺麗になったものを見かけるようにもなった。なお、 環境問題から洗剤の使用を減らす傾向にあり、アルミナトリュー入りのブラシで汚れを研磨する洗浄を導入する鉄道事業者が増えてきており、中にはイオン水で洗浄する事業者もある。日本の三大メーカーとして、静電車、日本車両、洗浄機、マルチュー工業があり、日本国内の鉄道向け車両洗浄装置を開発、製造している。 東武鉄道の南栗橋車両管区には、稼働式の車両洗浄装置があり、車両を停止させた状態で洗浄することが可能である。また、京阪電気鉄道の寝屋川車庫には、リモートコントロール式の車両洗浄装置があり、同じく車両を停止させたままで、洗浄可能になっている。博多総合車両所主要基地構内でおよそ5から10機、近く。 引き込み基地でも必ず1機は存在している。東京第一第二車両所が担当する車両は、東京から新大阪博多間約 1069km を、新幹線総合車両センターが担当する車両のうち、E2 系及び E5 系は、東京から新函館北斗間を往復することにより、速度に応じて、車体の汚れのスピードが一早い。 車両洗浄装置収容庫内に設置された事例。ありがとうございます。